アンナリー・フィッシャーはニューヨーク市出身のアメリカ合衆国の科学者、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。フィッシャーはニューヨークで生まれたがカリフォルニア州サンペドロで育ったため、そこを故郷だと考えている。1967年にサンペドロ高校を卒業し、1971年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校で科学の学士号を取得した。その後、 同校の大学院で金属カルボニルの X 線解説の研究を行った。翌年、彼女は UCLA の医学部に移籍し、1976年に医学博士号を取得した。1977年にカリフォルニア州トーランスのハーバージェネラル病院でインターンシップを行った。彼女は救急医学を専攻し、ロサンゼルス地区のいくつかの病院で働いた。 フィッシャーは後に大学院に戻り、1987年に科学の修士号を取得した。フィッシャーは1978年1月に宇宙飛行士の候補に選ばれた。1979年8月に訓練と評価を終了し、スペースシャトルのミッションスペシャリストとなった。STS-5 から STS-7 までの間、 フィッシャーは、ケネディ宇宙センターで走行者とペイロードの試験を行った。さらに、STS-1 から4の機動飛行試験の打ち上げ、着陸の際には、医師として救助ヘリコプターで同行した。STS-9 では通信管制員を務めた。フィッシャーは、チャレンジャー号爆発事故前に、STS-61H のミッションスペシャリストに指名された。事故後、彼女は、 宇宙飛行士室のミッション開発部門の副責任者となった。1987年には宇宙飛行士専攻委員も務めた。1989年から1996年まで NASA を離れた後、フィッシャーは1996年に NASA の宇宙飛行士室に復帰した。復帰後、彼女はオペレーション計画部門に配属され、国際宇宙ステーションの支援のための教育等に、 携わった。1997年6月から1998年6月には、オペレーション計画部門のチーフを務めた。宇宙飛行士室の改祖に合わせ、彼女は1998年6月から1999年6月まで、宇宙ステーションオペレーション、訓練部門の責任者を務めた。次に彼女は、宇宙飛行士室の宇宙ステーション部門の責任者となり、 40人から50人の宇宙飛行士と支援者の統括を行うこととなった。多くの宇宙ステーション計画委員会や多国間委員会では宇宙飛行士の代表を務めた。フィッシャーは現在、シャトル部門で技術的な仕事を行っている。フィッシャーは1984年11月8日に打ち上げられた STS-51A でミッションスペシャリストを務めた。 彼女はフレデリック・ホーク、デビット・ウォーカー、ミッションスペシャリストのデール・ガードナー、ジョセフ・アレンと共に宇宙を訪れた。フィッシャーは一度の宇宙飛行で192時間宇宙に滞在した。彼女は STS-51A の飛行で宇宙を訪れた初めての母親になった。ありがとうございます。